こんにちは、バリカンです。山梨六ダム総合カード編、今回は広瀬ダムに来ております。こちらは山梨市の三富にあります。今水神様と水煙の日がありましたが、こちらが広瀬ダムです。さあ、見て分かる通り、荒川ダムと同じロックフィルダムですね。こちら今回訪れた広瀬ダムは山梨六ダムの一途の5番にあたります。うわー、綺麗に石が並んでますね。こちらもダムカード、土日の配布も始まったということで、早速カードをもらいに行ってみましょう。はい、ではね、ダムの上を歩いて行ってみましょうか。いや、今日はちょっと曇ってはいるんですけれども、それでもいや、緑が綺麗ですね。うわ、そして石、また荒川ダムと違ってちょっと小ぶりな感じがしますね。ここの広瀬ダムは昭和50年、1975年に、完成した、ロックフィルダムで、まあ、正式には、中央遮水壁型ロックフィルダム、荒川ダムと同じ形式ですね。ちょっと風も強くて申し訳ないですけれども。そしてこちらが湖、これは、広瀬湖と言います。こちら緑が綺麗ですね。そして湖面も、大きいダムですね。向こうの方までありますからね。こちらのダムの堤高はね、75メートル、そして堤長の長さはね、255メートルということで、結構大きなダムですね。だからやっぱり湖も大きいです。荒川ダムと同じロックフィルといっても、本当に岩の形や色とか、まあ、全然違う感じしますよね。ここも近隣の山から切り出した石なんでしょうかね。いやー、でも本当に新緑、いやー、この時期、いや、来てよかったな、この時期で。ちなみに広瀬ダムは流木の配布は行っていないそうですので、ダムカードだけになります。わあ、すごい、すごいです。荒川ダムの石が何かこうピラミッドみたいな感じで、こう平らな石が並んでたのと比べると、こうゴツゴツと本当に自然の岩山のような感じのロックフィルですね。まあ、全然雰囲気が違いますね。いや、これもまたいいですね。そして見てください、うわ、広い湖、見ていても飽きない景色ですね、これは。いやー、綺麗だな。あとロックフィルとよく合いますね、この緑が。右側に公園があるんですけれども、
2022年の5月現在でちょっとの、まあ、工事の関係で、右岸の公園は今、使用ができないそうです。ですので、また来る際、公園を利用したいって方は、必ず管理事務所に問い合わせをお願いいたします。鳥のさえずりが すごく聞こえますね。ああ、そして飛んでいる、あ、何の鳥だろう。綺麗だな。あ、確かに公園側工事で入れなくなってますね。ダムの改修。多分改良工事か。予定としては6月30日までとなっていますが、まあ一応あれですね、あの来る前に確認をちゃんとした方がいいですね。あ、これ白樺かな。こちら、あ、ダムの管理事務所に来ました。では早速ね、ダムカード前に行こうと思いますよ。行きます。はい、今カードをもらってきました。じゃーん、寄せダムのカードです。そしてこちら裏面です。でパンフレットもいただいてきました。山梨6ダム総合カード編、今回は広瀬ダムをお送りしました。今回3枚目です。あと3カ所頑張って回りたいと思います。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。バリカンでした。